募集情報告知情報紹介コーナー。このコーナーでは情報公開サイトアトスタに寄せられた募集情報告知情報をご紹介します。芸能タレントオーディション情報ページより株式会社ライドのご紹介です。あなたの夢を叶えませんか。株式会社ライドが制作するアイドル DVD に出演していただく女の子、女性の方を募集しています。アイドルを目指している、芸能界志望、ちょっと興味がある、そんな女の子や女性の方はお気軽にご応募ください。自分にちょっと自信がない、コンプレックスがある、どんな方でも応募してください。あなたのいいところを引き出します。登録費、撮影費、制作費など応募者様の費用負担は一切ありません。応募資格は小学生低学年から40歳までの健康な女性、東京都内の撮影に参加できる方、未成年の方は保護者の同意が必要です。他のプロダクションに所属している方のご応募はできません。募集情報の詳細は情報掲載ページをご覧ください。歌手音楽オーディション情報ページより横浜管内ジャズクラブファーラウトのご紹介です。横浜管内ファーラウトボーカルオーディションボリューム9の参加者募集。来る2009年7月12日日曜日にファーラウトボーカルオーディションボリューム9を開催します。ファーラウトはジャズ誌大全著者でもあり、ジャズピアニスト村尾陸夫の店です。歌手を目指している方、歌手にならぬまでも自分の歌で小コンサートを開きたいなどの夢を持っている方、単なる趣味で歌う方、皆さんどしどし応募参加してください。ジャズボーカル主体ですが、必ずしもジャズボーカルでなくても構いません。聴いていて歌っていて心地よい歌を目指して参加してください。募集情報の詳細は情報掲載ページをご覧ください。情報公開サイトアトスタでは、音楽、バンド情報、声優、ナレーター、劇団情報、芸能タレント情報など、各ページに掲載する告知情報、オーディション情報のご提供をお待ちしています。募集情報、オーディション情報、告知情報で、募集期間に制限のないもの、または期限に余裕がある情報については、アトスタインターネットテレビ番組内でもご紹介しています。ご依頼の方法は、情報公開サイトアトスタのページ内にある掲載依頼ページから専用のフォームより送信してください。専用フォーム以外からのご依頼は受け付けておりませんのでご注意ください。なお、情報の掲載につきましては、ご利用規約を必ずご覧いただき、ご了承の上でご利用ください。皆様からのご依頼お待ちしております。桃の実セカンド CD ひまわり太陽に向かってスペシャルエディション、スペシャル特典にひまわりの PV フルバージョンがついてアトスタオンラインショップで発売中。草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトスタ。今を変えたいと思うなら、今の考え、脱ぎ捨てろ。さて、今回もお送りしてきましたアトスタインターネットテレビはいかがでしたでしょうか。よってこないです、はい。今回はですね、初のゲストの川上大輔さんをお迎えしてきた、はい、ものですけれども、川上さんどうでしたか。喉が痛いね。いや、乾燥してますよね。お、乾燥なだけに、うるせえ。そういうダジャレとかいらないんだよ。え、自分で乾燥はいかがですかみたいな、喉がちょっと痛いねみたいな、ね、あ、ちょっと2つの意味でみてえなな。おお、そういうこと言うんじゃねえあんまり。よし、そういうことです。分かんないけど、まあいいか、はい、うん、どういうことか知らねえよ。おお、なんかな、はい、面白かったよ。面白かったです。なんか別に会話切ってまで言うことじゃなかったね、これね。ごめんね、なんか俺なんかすげえ、すげえごめんね、なんか、楽しかったです。本当に好きな PC エンジンのゲームは悠々人生。なんで PC エンジン、懐かしいの。あれは面白いんだ。PC エンジンって時点でいいな。あのね、あの加トちゃんケンちゃんっていう人はまだね、あれ、あのメジャータイトルすぎる。あ、メジャータイトル。ここで悠々人生とかね、あのなんだ、あのオーダインとかいうあたりはなかなか渋いっていうね。あ、ごめんね、何の話したの。いやいやいや、あの、ね、PC エンジンの話してみたいな。いや、その話ではない。よしよしよし、はい、お、次の話行こう。はい。まあ、ついでにね、はい、告知なんかも、ついでに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 、PC エンジンの告知に、PC エンジンの告知、あれだよ、あの6月の7日に、パンクラスの PC エンジンじゃねえ、PC エンジンじゃない、6月7日、パンクラス2009チェンジングツアー、ディファ有明工業でございます。こちらは、はい、さっきもお話をしました、はい、北岡悟選手がチャンピオン、戦国のライト級チャンピオンとして、はい、凱旋工業をすると
いうことでですね、ちょっと特別な興行となっております。はい、こちらが、はい、6月7日、さっきも言ったリファ有明で、はい、15時開場、17時開演ということでございます。はい、ぜひ、戦国だけじゃなくね、ファンクラスでも、はい、北岡悟選手の勇姿が見られるということで、はい、ぜひ皆様お越しいただきたいなというふうに思います。はい、なんかこれだと、若い風が入るとか。そうなんだよね、あのネオブラッドトーラで若い風、新しい風まあまあそういうことだね、若い風って、ね、あのネオブラッドトーナメントというね、はい、トーナメントがありまして、これに優勝すると、まあ、そのファンクラスの本戦に、うん、出場するという、まあ、こういう感じのね、トーナメントがありまして、それも多分この15時から17時ってこう開演までに2時間空けてるので、はい、それまでに行われるということですね。なるほど、はい、じゃあ最初から行くというかなり盛り上がっていける、かなりね、パッケージとしてはね、あのボリューム感の濃い興行になるんじゃないかなというふうな感じがありますけどもね。多い、じゃあそちらの方を見つつ、はい、もうリングアナをしている川上さんを見つつ、スーツ着てるけどね、はい、スーツを、はい、特別な日だからね。あ、なるほど、うん、あの赤飯炊くかスーツ着るからだ、ね、それぐらい特別な日だから俺にとって、はい、ただあのそんな喋んないよ、そんないっぱいこんな喋んないよ俺、リングアナしてる時はね、リングアナだからね、うん、だってね、リングアナしてる時に余計なこと喋ってたらね、もうクビになっちゃうからね、お、まあ、お仕事でしたね。いっぱい喋ってる川上さん見たいって言った時には、格闘オンラインゲームガイドチャンネルを見ると。そうね、はい、うまいこと言うね。いい流れ。あ、これあれか、俺の振りもあったのかこれ。俺うまいな。いい振りだったね。俺がうまい、はい、俺がうまかったということで、はい、まあ、そんな感じでですね、リングアナしてる姿とかもね、はい、見に来てください。意外だと思うんで、はい、普通普通に喋ったからね。普通に喋ってる姿は、はい、あのそのね、なんだっけ、格闘オンラインゲームガイドチャンネルに、やってる姿が映ってるんで、はい、そっちもスーツだけど、スーツだけど喋ってるからね、はい、そっちの方がガンガン喋ってる、ね、あの俺スーツ着ると喋んないみたいなね、あの一つあるかもしれないけどね、俺スーツ喋るからね、ない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 ですね、やったっかんね、はい、そんな感じで、はい、よしよしよし、じゃあ俺からは以上です、編集長、ありがとうございました。というわけでですね、現在このアトスタインターネットテレビ、こちらはですね、第1水曜日に動画サイトの YouTube、ムービーコミュニティのズーミー、ライブカメラコミュニティスティッカムで配信中です。はい、アトスタマニアの方もそうでない方ももうご存知だとは思いますけれども、はい、第3火曜日21時半から22時までスティッカムで生放送によるライブ放送が行われております。はい、生放送はですね、リスナーの方とチャットを交えての放送になっています。いいね、ぜひチャットに参加していただいて、はい、一緒に放送を盛り上げていってください。はい、川上さんもぜひ遊びに来てください。はい、行きます。はい、第3火曜日行きます。お待ちしてます。はい、はい、あ、もう今待ってるしかない、今な、待ってるしかない、よし、はい、待たれて、いいっすか、いいっすか、進めてください。はい、生放送の見方はアトスタ放送局内、アトスタインターネットテレビ番組ページに細かく書かれておりますので、はい、そちらをご参考にしてみてください。はい、皆様からのアクセスお待ちしております。お待ちしております。はい、さて、はい、そんなこんなでですね、このアトスタインターネットテレビは今後もさらに楽しく、うん、より充実した情報を皆さんにご紹介していきたいと思っております。はい、はい、ということで鏡さん、はい、今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。サンキュー。はい、はい、じゃあ次回もアトスタインターネットテレビよろしくお願いします。はい、では今回はこの辺で、ではまた、バイバーイ、チャオ。この番組はあなたの活動を応援します、情報公開サイトアトスタの提供でお送りいたしました。